ごご覧いいただきありがとうございます現地8月23日、ロサンゼルス・エンジェルスの大谷翔平はシンシラティレッド戦、ダブルヘッダー第1試合に2番 DH、ピッチャーとして先発登板しますが、2回途中に異変を訴え、交番 DH としても交代、試合から退きます。この後すぐに検査を受け、第2試合には DH で出場し、1安打を放ちましたが、その試合終了後、エンジェルスのペリー・ミナシアン GM が緊急会見。 検査の結果は右肘内側側副靭帯損傷であったことを明らかにし今シーズン今後ピッチャーとして登板することはないとしましたなお人帯は部分断裂なのか完全断裂なのかそれとも断裂はしていないのか損傷の程度は現時点で明らかになっておらず今後についてはさらなる精密検査セカンドオピニオンを踏まえた上で判断するとされていますそして現地24日の報道ではその判断を下すまで大谷は打者として DH として出場する意思があるとされ25日からスタートするエンジェルスの東海岸遠征ニューヨークに向かうチームに帯同しているということです大谷は過去にも右肘内側側副靭帯の損傷が判明した後に打者として出場した経験があります2018年6月6日に登板した2日後に右肘内側側副靭帯損傷が判明し20日間の故障者リスト入り 1>, 1ヶ月後に打者として戦列に復帰すると9月2日には約3ヶ月ぶりにマウンドへ投手としても復帰を果たしますしかしその3日後の MRI 検査で右肘の人体帯に新たな損傷が判明この時は医師から人体帯再建のためのトミー・ジョン手術を進められますが即手術は受けずその後も打者としてシーズン終了まで出場を続けました終了後の10月1日にトミー・ジョン手術を受けましたが 今回もシーズン終了まで打者として出場を続けるのか今後の決断に注目が集まりますちなみにトミー・ジョン手術後は7ヶ月を要し2019年5月に打者として復帰しますがこのシーズン投手としては全球当番なし翌2020年手術から17ヶ月となる5月に投手としての復帰が予定されていましたがコロナウイルスパンデミックのためにシーズン開幕が7月下旬となったこともあり 復帰登板は7月23日となりました2018年9月2日以来693日ぶりの登板を果たしましたがこの年は後に判明した右屈曲内筋軍の損傷もあり2回のみの登板にとどまりますそして2021年ついに完全復活リミッター解除のリアル二刀流初年度を迎えるわけですが右腕の別の故障が重なった不もありここに至るまでには トメイジョン手術から2年以上を要したのです。なお、今回の内側側副靱帯損傷のニュースには、日本のファンはもちろん、アメリカ、世界中のファンから悲痛な声が上がりました。これは、本当に、本当にベースボールにとって最悪だ。最悪だ。ワーストニュース。もう、お願いだ。この男を治して、素晴らしいピッチングをさせてあげてくれ。 我々には彼のような二刀流の選手たちが MLB に必要なんだ。彼のようなスターを再び見るのにもう100年も待ちたくないんだ。と、ショックをあらわにするもの。さらに、翔平のニュースを聞いて本当に吐き気がする思いだ。過去最高のシーズンが終わりを告げることに心が沈む。エンジェルスが全てをかけて失敗に終わったことも悲しい。これが翔平のフリーエージェンシーにどんなインパクトを与えるのか。 彼の二刀流プレイヤーとしての未来にどんなインパクトを与えるのかを考えると気が滅入る。すべてがクソだ。彼はそれでも大金を稼ぐだろう。ただ、今回の件で大金を失ったことも確かだ。もし彼が再びのトミー・ジョン手術を必要とするのであれば、打者に専念することも考えなければならないだろう。本当にクソだ。だって、彼がマウンドとバッターボックスでやってきたことは、ただただクレイジーで、 ベースボールに起きたベストのことだったから。と、二刀流プレイヤーとしての未来、フリーエージェントを憂うもの。そして、これは俺がかつて見た中で最も分かりきっていた、そして最も避けることが可能だった故障だ。まるでタイタニックの甲板に立って氷山に近づいていくのをスローモーションで見ていたかのようだ。と、 度重なる故障につながるサインをエンジェルスが見逃してきたと非難するものまでさまざまな意見が見られましたこの最後のツイートのようにエンジェルスがもう少し注意深くケアをするべきだったもっと休みを与えるべきだったという指摘は各所で見られます確かに大谷は2021年22年とリアル二刀流でフル回転しチーム最多出場今年はシーズン開幕前に WBC にも出場 3月9日には日本ラウンド初戦の中国戦に先発多彩な変化球と100マイルに迫るファストボールを投げそこに至るまでの準備として1月中旬からトレーニングを行い最終的には3月21日にトラウト相手に100マイルを連発し日本を優勝に導きますその後休みなくシーズンに突入もちろん二刀流フルスロットル 5月から98試合連続出場で圧巻のパフォーマンスを見せてきましたが、6月下旬に爪が割れたのを皮切りに、複数回にわたりアクシデントでの途中交番そしてここ最近のけい21年からの3年間で欠場したのは11試合のみ、すべてはたらればですが、休みを取っていれば、エンジェルスが強制的に休ませていればという声が上がるのも必然といえます。 改めて大谷翔平が今回の内側側腹じん帯損傷でトミー・ジョン手術を受けることになると過去5年で2度目となります一般的に復帰までには14ヶ月から18ヶ月を要するとされますが過去に複数回トミー・ジョン手術を執刀したことがあるロバート・ケラー外科医がワシントン・ポストの取材に答えたところによると1回目のトミー・ジョン手術ではカムバックに大きなチャンスがあるおそらく手術前ほどではないが それにに近いところまでにはなる2回目であればカムバックできない可能性もあるもしカムバックしても多くの試合をそして試合で長く投げることはできないだろうとしていますただこれはあくまでケラー外科医の見解であり力強く復活した例もあります現在は故障者リスト入りしていますが過去に2回手術を受けたネイサン・ヨーバルディは今シーズン離脱するまでサイ・ヤング昇級のパフォーマンスを見せていました そしてブルージェイズのリュウ・ヒョンジンは現地8月3日に14ヶ月444日ぶりの復帰登板を果たして以来好調です5年間の間に2度の手術を受けたジェームソン・ダイオンはヤンキースで復活今シーズン開幕前にカブスと4年6400万ドルの契約を結びましたただその一方で同じく5年間の間に2度の手術を受けたレイズのドリュー・ラスムステンは今シーズンキャリアで3度目となる内側側腹ん帯の損傷で離脱 手術は避ける見込みですが、シーズン絶望となっており、一概に結果をくくれないのもまた事実です。さらに今回のけが、大谷がトミー・ジョン手術を受けることになれば、影響が出るのはフリーエージェントとしての価値、契約額です。かつて誰も見たことのない、二刀流での歴史的なシーズンを送っていた大谷が FA となれば、10年5億ドルからスタート、6億ドル、7億ドルもあるとされていましたが、 これがが大大幅に低くなるというのが大方の方予想ですそれでもスポーツサイトジ・アスレチックのケン・ローゼンタール記者は31歳を迎えようとするヤンキースのアーロン・ジャッジが9年3億6千万ドルの契約を得た2歳若い29歳トミー・ジョン手術を受けてもピッチャーとして復活する可能性のある大谷には5億ドル以上の価値があるとしますが ESPN のバスター・オルニー記者は各チームのエグゼクティブ さらには代理人などの話を総括した上で3億5000万ドル前後、いわゆるハーパークラスの契約に落ち着くのではと見ており、実際こちらが多数派です。こうなると当初、ドジャース、ヤンキース、メッツ、ジャイアンツくらいであろうとされていた争奪戦により多くのチームが参戦することも予想されます。 さらに MLB.com では大谷にとってエンジェルスはトビー・ジョン手術をしても自身の望む形での二刀流を受け入れてくれる過去に一度この地で手術を受けリハビリもしている慣れ親しんでいるリスクも少ない新チームよりその立場が保障されるという利点があるそしてエンジェルスはこの大谷にとっての利点を最大限に活かして説得できる加えて金額も大きく下がっている 皮肉にも故障をしたことでエンジェルスにも再契約のチャンスが広がったとしています MLB ・ベースボール全体に大きなショックを与えさまざまな思い、憶測が飛び交っていますが現時点ではっきりしているのは大谷と代理人エンジェルスが次の判断を下すまではチームに帯同し DH で出場する可能性が高いということ現地25日からはニューヨーク・クイーンズ シティフィールドでメッツとの三連戦シリーズがスタート出場すればシティフィールドデビューとなる大谷翔平はメッツ先発千賀光大と対することになりますご覧いただきましてありがとうございましたよろしければチャンネル登録をお願いいたしますじゃんけんぽん